わあ、綺麗。しかもいい天気。最近暖かい日が続いて、一気に桜が開花しました。とっても綺麗です。これから信濃町に行って大量に買ってきたフキノトウを使ってフキ味噌を作っていきたいと思います。まずは松の葉などゴミがいっぱいついているので水で洗っていきます。きれいに洗ったフキノトウは細かく切ってフライパンに入れていきます。全部細かく刻めたので、これから油で炒めていきます。サラダ油です。このまま、はい、さらにここに和風顆粒だしを入れていきます。量は適当です。ちょっと加減していきます。刻んだフキがフライパンに山盛りであったけど、炒めたらこんなに少なくなってしまいました。よかった、いっぱい買っといて。いい感じに火が入ったら、ここに味噌を入れていきます。味噌は入れすぎるとしょっぱくなるので、味を見ながら入れていきます。もちろん信州味噌です。よいしょ。あー、いい匂い。もう絶対ご飯が進む。もちろんお酒のつまみにも持ってこいです。どうかな。ちょっと味を見ます。うん、美味しいけど、もうちょっと味噌かな。うん、あ、いいね、いいね。こんなもんか。はい、これで味を整えたので出来上がりです。完成です。できました。私特製ふき味噌です。あと他のおかずも紹介します。今日は温泉旅館風の
旅館の朝ごはん風に用意してみました。こんな時期でなかなか旅行にも行けないので、雰囲気を味わって美味しく食べたいです。これはだし巻き卵、焼き鮭、あ、見つかっちゃった、皮の唐揚げは買いに行ってきました。これはしめじとえのきのお味噌汁です。そしてふき味噌。それでは早速いただきます。まずはお味噌汁から。きのこのいい味が出ていてとっても美味しいです。それから庄司くん大絶賛のふき味噌です。ご飯に、あ、いっぱい取れちゃった、まあいいか、ドーンと乗せていただきます。崩れそう、待って、よいしょ、取れないよ。ふきの苦味がしっかり出ていて、信州味噌のお味噌もいい感じでとっても美味しいです、うん、これはね進む、ご飯が美味しい、うん。庄司くんが早く食べたいと催促しています。ふき味噌、今日は去年買うことができなかったフキノトウを大量に買って、信州味噌でフキ味噌は作りましたの紹介でした。さよなら、うん、庄司くんも食べて、私じゃあ皮食べようかな。これもいつ食べても美味しい、うまじゃー、さよなら。そうそう、忘れてましたが、先ほど紹介しただし巻き卵は実はダイソーで買ったレンジで簡単だし巻き卵で作りました。また今度こちらの使い方を紹介します。さらに、それからさらに忘れていたことなんですが、食後のデザート取るの忘れちゃいました。今長野自然光寺では御開帳をやっているんですが、御開帳記念のそばまんじゅう、こちらを食後にいただきたいと思います。ちょっと開けてみます。はい、ではこちらです。オープン、ちってち、かわいい、ほら、ほら、ちっちゃいね、ね、この善光寺の焼き印がしてある、うまそうだよ、一口サイズのお饅頭です。美味しそう、ね、うん、じゃあ食べてみるか。はい、こちらがそば饅頭です。なんか生地が卵ボールみたいな、ちょっとつるっとした感じです。一口で食べれちゃうの。いただきます。うん、うん、美味しいんだけど、あ、お蕎麦の風味がちょっと弱いのかな。
もうちょっと大きいのが食べたかったな。ね。うん。要は庄司くんには善光寺、善光寺と書いてあるのをあげます。はい、どうぞ。ありがとう。食べてみて。うん。うん。どうですか？そうそうですね。そばの味ちょっと弱いね。うん、でも美味しいです。まあせっかくの記念なので、皆さんも見つけたら買ってみてください。それでは今度こそ本当にさよなら。